いや、ちょっと、ちょっと入らない、ちょっと出てもらって、あれまた、はもしかしてピまたあれだったよ、またパンダさんですか、近くね、近づいてきたのはあなたです。どうしましたか。どうしましたか、ちょっと入らないでください。もうやりましょう、もうやりましょう、はいはいはい、もうあの茶碗はいいから。今日は、なんだったか、東京、なんだったっけ、ここ東京国際フォーラムですのイベント会場、地下のイベント会場で、何ですか、どうした、全部俺が説明するの。ディン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 、違うわ、エヴァンゲリオン言いたかった。あ、エヴァンゲリオンっぽいねこれ、うん、だからワークマンさんの2024年の秋冬物の新作を見に来ました。はい、全部俺任せきる今回もしかして。映ってください。はい、行きましょう。はい、行きましょう。早速行きましょう。今回のコンセプトあるんですか？今回のコンセプト、今回のコンセプトは、はい、もうもっぱらキャンプですよね。はいはいはい、秋冬といえば、僕冬キャンも大好きで、うんうん、冬が僕のオンシーズン、うんうん。今年はキャンプしようかなと思って。ちょっとやってみて、激しいなす。今下じゃん。いや、ちょっとそんな、ちょっと近すぎて、これ取れてないからさ。やれってことやって。それダンスよね。キャンプコーナーに行くんですかね。うん、まあまあ、一通り見ていこうよ。はいはい。あの、うん、キャンプ見といて、私、服見たい。結構可愛いのが多くて。一緒に行こう。わかった。いいな。うん、ほんならもう、キャンプ行こうか。もう先に回ろうよ、とりあえず適当に。だってさ、あの、うん、満足せんとさ、ブツ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 して、なんかもう上の空で見るじゃん。やっぱり私の視聴者さんは男性が多いからさ、うん、男性が見たいのにしよう。そうだね、僕が見たいのにしよう。それがいいよ。いや結構ね、視聴者さん僕に似てる人多いからさ。あ、かっこいい。すごいよ、防水防寒スーツだって。え、待って、スキーも行けますっけ。すごいな。スノボウェアウェアで4級だって。今年こそ家族でスキーに行けるんじゃない。ウェアって高いからなかなか手出せれんけど。そうね、4級いいな。スノボ、え、ハイラックスでスノボ行っちゃう。いいね、様になるね。え、これ子供用。これ逆になってます。逆になっとるって、ほんまや。そこの長さを変えれるように、はい、ちょっと見本として。変えてもいいんですか。大丈夫ですよ、はい。すげえ。裾の長さ、5段階変えられて、10センチほど変えられる。へー、今今が150ですけど、はい、140にもなります。へー、あ、そうです。あ、いいじゃん。帽子と合ってるよ。合わせた。お、キャンプ行くかっこいいな、それ。え、かわいいじゃん。もう、あ、秋キャン、秋キャンですね。秋キャン。これなら、先まで私は行きますね。うん、いいじゃん。焚き火する？見て、ズボンが1280。ボード。まだボード怖いよ。スノボ怖いよ。ボード専用、私は。俺も専用。私は見守っとくよ。俺も見守っとく。お尻こっちにするから。コンスケと車検はもうスノボ好きな人に連れてもらえばいい。俺たちは乗っとるだけ。行ってらっしゃい。今奥山荘を敵に回したんだ。だからこういう男。いや、だって俺教えれないもん、スノボ。やっぱ上手い人いるからさ。ほんじゃ見て、これ
釣り。今年俺タイ行きたいよ。タイ。あ、タイに行きたい。タイじゃなくてタイを釣りに行きたい。私タイに行きたい。タイに行きたい。俺はタイにを釣りに行きたい。いや、コスパナンバーワンだって。うわ、すげえ。色かっこいいし、なんかカラバリあるよ。あ、どの色が好き？それはやっぱり赤かな。私は、うん、虫みたいなやつかな。言い方言い方グリーン、ライムグリーン。わ、見て、お魚のおじちゃん。あ、さばくとき、これタイさばくときいるんじゃない、うん、すっげえ鱗飛んでくるから。待って、何これ、どういうこと。長靴よ。すごいな。どう漏らしても長靴に直だよ。いろんなとこに人がいるからさ、うんうん、変なこと言ったらさ、あの人頭おかしいんじゃないって思われるよ、うん、あの人、本田さん漏らすんだってって。あの、次から次へこと起こすのやめて。ごめんなさいね、今目がもうムスカ状態だから、うん、前回の時欲しいって言ってたやつよね、うん、全然鳴らしてくれん。バイク用意。あ、違う、バイクやめとこ。いい、みんなに言われる。この間もボルボの川上ちゃんに、ポートさん行きましょうね、最近乗ってますかって。あ、この色好きなのね。うん、川崎グリーン。いや、それ出していいの。いいの、俺もずっと言いたかったけど言っていいのかなって。うん、川崎グリーンだよね、めっちゃ合うと思う。うん、川上ってここ書いて、川上グリーン。どんなにバイク用品見たってさ、うん、一緒なんだ。あと防水やつがいないパンツ。いやいや、忙しい、忙しいから、うん、忙しいから、うん、忙しいから、うん、忙しいから。わかりました、わかりました。秋には必ず早急に会社休んででも用意します。本当？いや、本当って普通それ止めるんだよ。大変です。あ、ユーミア運送作業に、あら、私の本ちゃんエリアではないでしょう。運送業の方ですか。これ入っとるわ、シーンが。ーちょっと戻して、俺結構安全靴厳しいよ。あ、いいね。あ、これ滑らんよ。滑らんのには結構。滑らんのはもう絶対よ、うん、絶対よね、これね。しかも持ちが良さそうかっていう。あ、これはなんか、なんかあの人の作業よ。かっこよくなったね、デザインが。うん、サンキュー。はあはあ、理想的な価格だね。すごい。うわ、キックドライブ。またも、またも。へぇ、電池交換できるの？それ、そのまま洗っていいのかな。あー、どうなんだろうね。でもさ、これを洗濯機入れたら、パリパリパーリになる？いや、でもなんか、柔軟性があって。でもこれ、これもう大丈夫そうよ。洗ってみよう。うん、でもバッテリーがどこにあるかなね。あ、ここにあるらしいよ、バッテリー。あ、ちゃんとちゃんとこう、ほらほら、ちゃんと USB の。これはでも、取ってここ洗っていいん、うん、洗っていいんでしょうね、きっとね。それがショートするんですよ。いやいや、これつけっぱなしだったらショートするよ。これ電源外すんですから。ホイッスルもついとんだって。日常ずっとこれ着とけばいいんじゃない。でもいらんときフブフブ吹きそうやな。プー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 吹きそうやな。ご飯よ、ピピーつ。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。はい、どうも、こんにちは。これ、男性のお冬の。あ、俺大好きパッチじゃない。そうでございますよ、これ優しいから見つけてあげましたけど。うわ、優しい。あったかそうよ。これ汗かくよ、多分。すごいよ、すごいごつい。やめなさい、そこは毎回毎回そこを強調するの。もうすごいあったかそう、うん、待って、ちょっと待って、疲労軽減ウェアだってどういうことじゃない、普通のじゃないの。多分キュッと締めるんじゃないの。締めてこう筋肉をこう、遠赤外線で全然違った。高純度のセラミックスがなんちゃさらかんちゃらすることにより血行促進作用。ああ、そうそう、なるほどね。これかっこいいよ、デザイン。ああ、いいですね、はい。あ、おしっこするの大変これ。え、なんで？おちっこがちょっと。あ、ないんね。うん、待ちっていうか、なんていうかな、うん、いらっしゃい、いらっしゃいが。ちょっと切らんとき、うん、まあ、
そんな心配、そこまで心配してもいいよ。うまいことするからさ。そう、うん、ありがとう。あれね、あっこが開いてた。風通しちゃうからね。そうね、ちょっとでも暖かくね。これかっこいいよ。うん、こういうの好き。そうなん、ドカジャンみたいな感じ。ちょっとちゃう。この感じ。ドカってない。ドカってないな。おしゃっとるけど。あ、ほら、ドカジャンみたいな。あるじゃん、ほら。ほら、あ、いいね。のベストタイプ。ドカジャン一生着ておきたいよ、ね。生涯ドカジャンで生きておきたい。ドカジャン着たら絶対のキャラが出ますよね。似合うよ。似合うよ。似合う。チャラ男みたい。普通に褒めれんな、素直にさ。かっこいいよとかさ。かっこいいよ。なれニヤニヤしたいの。言われなれなれって。いや、違う。素直に言ってないだろってさ。すぐ何か要求してくるじゃん。いやいや。見えてまいりました。ほらほら。ついの住みか。ほら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 。ついの住みかね。今回ちょっとソロに特化しちゃった？確かに。違うよ。何？全員一個一個のテントで寝るの。ああ、なるほど。それちょっと寂しいな。お父さんって囲めばいいよ、4つ。ああ、まあまあまあ、まあ、でもそういう飲み会するいいよね。面白そう、ね、ソロキャンので朝起きたら全員同じテントにいるみたいな。寂しがりやか。ぎゅうぎゅう。4人いけるこれ。家族ならいいけど、おじさん入ったね。びっくりした。え、な、何円でしょう、何円でしょう、何円でしょう。ガチ当ていくよ。当てたら、うん、太っ腹でけよ、そこは。しょうもねえこと言うなよ。太っ腹、太っ腹よ、社長。三連生。嬉しいけどさ。な、三連生なんだ。まあいいよ、当てるよ、当てに行くよ。うんうん、俺もうワークマンさん安いの知ってるから。ああ、そうなの。もう価格、大体価格帯知ってるから。うん、もうガチ当てっけよ。はいはいはい。どうなんでしょう、6980円。ああ、もうほんと、何買ってくれる。いや、そういう決まりねえかったし、後出しすんなよ。びっくりする。買ったとしたら完全だもん。だったらほんと、見てみ、びっくりするけ。って言ったよね。うん、2000円も安いですよ、これ。もうちょっと飛んないよ。すごいな。すごいね。いいな、でもこれ。いいよ。いいね。いや、真剣に今、一人で寝るの、このこういうのってめっちゃ落ち着くじゃろ。うん、確かに。これ私持ってるよ。うん、え、前回もだったよ。カットしたけど。なんでカットする？これお気に入りなのに。何も缶も入れたら長くなるから。なんでカットするの？うん、分かった、今回入れます。うわ、軽い。軽いな、重そうに見えるのよ。めっちゃ軽かった。重い、ほんまやね。およよよ、なあなあ、このさ、食器めっちゃ軽いし、うん、かわいい。これね、はい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 。家にあるあの赤いやつ捨てて、これにする。お前買ってねえだろ、俺は買ったんだ。勝手に捨てるな。キャンプ道具ほぼ俺自腹で揃えてるな。勝手に捨てるとか言うな。これ何？あ、ペグ。かっこいいペグ。すげえ、めっちゃかっこいいペグ。ペング。ペグね。あれでも入れ方注意せんとな、あの、うん、親方怒るけど。なんで？父の神様怒るから。懐かしい動画のこと言いますね。優しくコンコンでしたね。うん、そう、コン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 やで。行きまして、なんとなんと、はい、普通だったら980円が、うん、なんとなんとこちら780円ですよ。へえ。なんすかこれ？これ蓋ではないの？蓋ではない。何、どういうこと？これあの。溶かしても落としません。え、ここで音緩和するんで。あ、衝撃吸収。絶対違う。ちゃんと調べろって。なんだろうね、絶対意味あるって。あ、飲み口が熱いから、うん、口
唇のやけどに特化した、うん、とこです。ほんまか？わからん。なんで適当に言ったの？そんなこと書いてねえし。え、どういうこと？真空、あ、わかった。なになになに？カンカン入れるんだって、カン。あー、なるほど。これに入れるんじゃない、カン。あ、ほんで抑え込むんだ。うん、抑え込み。めっちゃ適当なこと言ったよな。マジ怒られるから。そんな商品じゃありません。これ缶入れるやつです。缶。4500の缶をセットして、あの、あったかくするの？冷たいまんまの。ほも霊もいけるよ。よ、この文章読んだ読んだる風って違うこと言ったな。びっくりしたわ。ほんまにほんまにとか。保温。うん。これ。これ。うん、これはい。唇を切らないための。はい、それは書いてません。あ、寝袋。めっちゃ入りたいわ。うわ、気持ちいい。これ気持ちいい。変わってみて。入ってみて。入ったら叩かれる。入ってもいいですか？入ってみる。あ、こっちの方がいいな、うん、あ、めっちゃ気持ちいいな。色合い的にこれいいね。一個言っとくけど、うん、出てこなっても知らんよ。あら、こんばんは。帰るよ、もう帰るよ。起きてください。終わった？え、終わった？終わった。もう閉店、閉店するから。もう、いいよ。え、もうここでいい。ここで止まってくれ。ここでいいから。え、いやいや、ほんと、おけさん帰ります。おけさん、もうここでいいから。いやいや、もうここ閉まるんで、出てもらってください。おけさん。暑い、めっちゃ暑い。これ冬物？暑い、ふわふわでも。私寝袋にはうるさいんよ。あ、使ってますもんね最近ね、うん、トラックでね。でもあれはちょっと気持ちいいのはわかるけど、うん、私のお小遣いはあんまもらえんから。こっちかな。何の訴えを今しょ。あ、これでも一万二千。こっち、こっち、これ触って。これ7800円なんだけど、すげえ気持ちいいんだ。でもこれ温度なんだよ、肝心なのは。どんぐらいまでいけるのかなんだよね。摂氏800度まで。宇宙服だな。きっとそれ宇宙服だよ。NASA もびっくりだよ。零度、快適温度。さっきのやつめっちゃぬくかったもんな。五度だ、五度。5度使用可能の0度まあまあいけんじゃない。ほならもう帰るけ。あ、お疲れ様でした。うん、もうあの、な、酒ももう飲んだし、もうあと寝るだけやから。そうだ、明日は、明日何時？うん、うん、いや、ポンさん、いや、明日の予定ちょっと聞かせてもらってから。ポンさん、これ見て、かわいいよ。うん、うん。あの、なるの分かってですね、あの親。うわ、あ、結構明るいね。キャンプで中華。うん、陳さん、うん、陳さん、陳さんの中華。隠したやつかもしれない。こう、わー、絶対頭の中おっさんだろ。これも売ってるの？うん、え、売ってるの？いや、わかんない。参考出品ってどういうこと？他のメーカーなのかね。さあ、これから売り出そうかと考えてるんだけど、使い道どうしますかっていうやつ。あ、どっち行きます？こう、すくう方か隠す方か、どっちで売りますか。うん、大丈夫これ。多分来年は絶対呼ばれない。動画にしていい？じっくり考えちゃう。ちなみにこれ何に使うやつなんですか？これ、これはどちらかというと、うん、こちらがメインじゃなくて、こっち側の小さい中華鍋のメインで、うん、今18センチなんですけど、これ実はここが取り外せて。お、なるほど。へえ、これ一緒に売るんですか？いや、あの、これは別で。あれはあ、それもちょっと、これが一番、うん、あの、一般的に使われてる小さいお玉、小さいサイズなんですけど、それよりもちょっと、ほとんど近いサイズになっちゃって。ちょっとそこも検討中なんですけど。はい、ありがとうございます。よかった、お姉さんが私がしたような変なことしたらどうしようかと思って。いや、 だから一応聞いたよ、うん、同じことしてくれ。
たらどうしよう。こうされたらどういうこと。隠すものですね。皮膚規模だって、そうそう、待って、すごい、これはすごい。耳そういうサービス。耳拭き棒。耳拭き棒。来年は絶対呼ばれる。間違いなく呼ばれる。上から下げられる。かっこいい、これアメリカっぽい。お弁当。お弁当。下にご飯入れて。こぼさないようにね。上おかず入れて。うん、蓋は？ないよ。行ってきまーすって。蓋欲しいな。ラッポしとこう。なるほどね。あのな。んここボケるための場じゃない。あ、うん、これは何ん調理もできますってこと。ディッシュで調理して、うん、プレートとし盛るの盛るんでしょうね多分。本当にいや分かんない。調理もできるんじゃない。あ、これおしゃれじゃない。うん、息子さんとこれかわいいねって見てたの、うんうんうん、すごいのよ。何よ。これだけでかわいいんですの、はい、うんうんうん、かわいいねって見てたら、うん、なんとお兄さんがね、これ、うん、MA1 のジャケットと組み合わせれますせーって教えてくれたの、うん、これ、これ MA1、 え MA1、 こういうジャケットのこと。あ、MA1 っていうの、これ初めてしました。へぇー、あ、MA1 タイプ、はい、これポンちゃん好きなやつね、これね。そうそうそれね。へぇー、これをね、中に入れれますよって。うーん、すごい。中に入れると、こう中がこうふかふかのは傷になって、まあ、20に、はい、切ることができますので、はい、まあ、暖房性能が高まるかなと。あれこんな格好できたっけ。リュックの色変わってない。格好できた。あ、そのままマジで持って帰んない。軽いの。あ、そうだ、軽いの。持ってみ。めっちゃ軽くない。確かにね、リュックは軽くない。この中に荷物お前のやね。すごいポケットいっぱい。見せろって。もういいよ、こっち取るから。何がしたい。独占。いや、宣伝しろ。独占だ、宣伝しろ。これもいいな、めっちゃ軽いで。持ってみ。なんかいいね、こうキャンプのツール、ツール。いや、そうでしょ。 これそのそういうことなら、あ、はいはいはい、こちらがおすすめです。これいいですよね、こういうのはね。こういうものを用意せずにね、あの物をバン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 買うから、整理も整頓もできずに物だけぐちゃぐちゃってなって、何がどこにあるかもわからない。じゃあ買ってくれてもいいよ。整理整頓するからさ。自分で買ったものだろ、最後まで無理せえ。ルル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 。フリードリンクじゃないよ。 あ、トイレ行ってくる。今トイレ行きたかったんよね、うん、いいかな。大問題になると思います。座ってみ。え、ほんまに。いや、座れるっぽいよ。ちょっとどうぞ。ぐしゃって言ったら座ったら出ちゃうかも。我慢して出したらいかんよ。あ、でもなんかどっちりは座れんかな、怖い。ほんまちょっと100キロ若干ちょっと100キロ行くよって書いてるもん。行くよ。わ、怖い怖い怖いな。怖いやろ。身を任せることはできん。あ、今身を任せた。でも、あ、でもいける。ビクともせん。足上げるよ、うん、足上げるよ、うん、はい、あ、パキッ。あ、でもちょっとでも大丈夫そう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今回は。あのね、うん、いいなとすごく思ったものがありまして、はい、それがね、これ雪山のやつ。あ、スノボーね、うん、ウェアね、安いよね、そう。単純に安くて、この冬遊びたいからいいなと思いまして。マジでこの値段だって買えないよね、うん、だって万超えるじゃん、冬物。絶対超える。冬物以下、防寒のこれは。うん、子供ってすぐサイズアウトするから、うん、この値段だとめちゃいい。うん、これは本当に安いと思う、うん、って思いました。買いますか、これはね。パーティー山へ行きましょう、今年は。
いやでもね、僕ちょっと今回僕はちょっと残念だった。だんだんキャンプ用品が少なくなってる気がする。いや冬だからなの、シーズンじゃないから。冬ってみんなにしないから、だから少ないかな。どうなんだろうね、なんかだんだん少なくなってる気がして。テントが減ったね。え、だからみんな夏とかするからなんかな。俺冬だ、逆なんだろうか。キャンプグッズよりワークマン女子を推したい。推しちゃい、あーなるほどね。わかんないけど、キャンプのブームもちょっとあれだったらかね。ちょっと悲しいな、そこはちょっと悲しいな、うん、では面白かったね。うん、僕キャンプ好きからしたらこうグッズいろいろあって楽しかったよ。うん、あって楽しかったけどね、うん、次は増えてることを祈りながら。キャンプ好きとしてはもうちょっと、そうね、ちょっとね、キャンプ好きにはちょっとそこ期待しちゃってたから。ごめんなさい、お願いしますね、お願いします。はい、ほんでまた来年呼んでください、ワークマンさん。呼んでくれんと思うよ多分ね。俺が全部オンエアしたらね、うん、どこまでするかまだ分かんないけど。モザイク入れて、うん、ほんとね、あんたちょっと発言気をつけた方がいいよ、毎回思うけど。、うん、こういうちょっときちっとしたやつにはダメだよ。下ネタダメって書いてなかった。次呼ばれるときは書いてると思う、過激な表現とか。全然過激じゃない。ソフトで。いや、まあソフトだけど、世の中がどんどん厳しくなってくるから、なんかちょっと反比例している感じ。もうやめや、そういうのめんどくさいじゃん。え、ね、こう枠にはめてさ、下ネタがないとダメだよ。じゃあ、ポンドさん、帰りましょう。うん、ここ、じゃあ帰りましょう。うん、やめますと。ちょっと飲みに行く。もう今の時間から、まだ夕方です。はい、行こっか。はい、はい、はい、じゃあ皆さん、またお願いします。